私は要するに小児湖っていえばヘラブナのメッカが小児湖だから、要するにあの釣りを覚えるには小児湖に来て覚えたわけ。みんな一番釣れること、肩が大きくてどうしてもここに来ちゃうんですよね。富士山をバックに練習するのは多分本当ここでしか味わえないと思うので、まあ、全国のカヌーしている人もここに来て一番印象を持っているのはやっぱ富士山をバックにレースをしたりっていうのをよく聞くので、本当にここはいいと思います。何しろ富士山を撮ることがね、私の使命かな。まあ皆さんね、ぜひここへね、小児湖来ていただくと分かる。なんか感じると思う。神が手がけたようなあの景色だと。